ドキッとしちゃった。よかったよかった。そして何よりこの物腰柔らかなね、あの先生に教えていただけるのいいね。うわー楽しかったし、楽しかったし、まだ他にも受けれる授業、今受けれる授業あるけど、あるけど、またのお楽しみにしましょうかね、ね。ちょこちょこ受ける方がより楽しい気がする。そしてそれからね、私ね、前さ、思わぬところでさ、返されてしまったじゃない、ポケモンセンターに。思わぬところでバトルになったやつね。なので、行きたいんだよね、前行けなかったところ、あのめちゃめちゃ強いトレーナーさんはスルーさせていただくとして、なんだけど、どこからどう行ってたんだろう。あのなんかこうトンネルじゃないけれどもに入っていたと思うんだよね。ちょっと探しましょう。あったここだよね、ここだよね、この洞窟っぽいところ、ちょっと行ってみましょう。行けなかったからね前ね。急に強いトレーナーさんだったから。だけどわかんないんだけどさ、そう、この辺りのポケモンがとってもね、レベルが低くてさ、問題なく勝っていけたんだけれども、手前にいらっしゃるあの方ね、今ボールポンポンってしてらっしゃるこの方がそんなにこうねレベル高くなかったから大丈夫だろうと思ったら、奥にいらっしゃった方がめっちゃ強かったんだよね。あの人、見えてきた。だけど、このパルディアはさ、目が合うとバトルっていうわけじゃなくて、話しかけるとバトルなので、この人ちょっとスルーさせていただいて、で、ここちょっとさ、ポケモンセンター立ち寄ってさ、空飛ぶタクシー使えるようにもしていきましょう。まずは、おしゃべり。お疲れ様です、ポケモンセンターです、お願いします。別に誰もね、あの疲れてはいないんだけれども、よしよし、これで回復は特にしてないんだけれども、まあこれで立ち寄れるようになりました。そしてこのなんだろうね、なんかすごい大きい建物行ってみる。あ、誰かいらっしゃるね。いやー、めっちゃ強いとかかなね、あの手前にいた人がすごく強かったから、もしかしたらより一層強いとかっていうこともあるかもしれないけれども、なんか後ろにも行けそう、先に行ってみてもいい？プリンかわいい。あ、でもね、後ろに回れる割には何もない。いやー、何かアイテムとかありそうな。おー、これクレイだ。びっくりした。行っちゃったー。これクレイいましたね。あったね、アイテム。まあ、さすがにね、裏に回れるということは、アイテムがある。バトンタッチ手に入れましたが、他には、ないのかな?他にはアイテムはない感じ。うわー、でも、ね、ちょっと受付みたいな人、急にバトルにはならないと信じて喋りかけてみましょうか。まあ、もしバトルになってしまったとしても、まあ、仕方がない。どんな感じ?喋れる?ポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか?やってみる?ね、今のレベルだったり、ジムバッジの数だったら厳しいような気はするけど、やってみたいよね。どんな感じとか知りたいよね。グレープアカデミーのメイさんですね。お持ちのジムバッジは4個。はい、それでは面接室へお入りください。行くのね。しっかり面接みたいな感じだ。あなたは、本日はお越しくださりありがとうございます。チリさん、どうぞおかけください。何?座るのね。やめて、ちょっとドキッとする、この感じ。面接官のチリです。これより、チャンピオンテストの第一次試験、
面接テストを行います。お持ちのジムバッジは、なるほど、4個ですか。今からメイさんにいくつか質問をさせていただきます。回答によってはその時点でテスト不合格となる場合もございますのでご注意ください。それでは始めます。本日はどのようにしてポケモンリーグまで来られましたか？これでさ、不合格になることある？歩いてライドポケモンで空飛ぶタクシーで歩いてきました。ふむふむ、笑顔が。最初に選んだポケモンはどのタイプでしたか？草タイプの双葉くんを選びました。草タイプが好きなんですね。では次に、あなたがチャンピオンを目指す理由を教えてください。力を試したい、強くなりたくて友達に誘われたは、どれも正解ではあるけれども、強くなりたくてとお答えさせていただきましょう。人それぞれですよね。今学校で流行っていることはありますか？ポケモン勝負、勉強、宝探しは、どれもどれもだけどな、私としての流行りというかも全てだけれども、でもみんながっていうのであれば、宝探しみんなね大好きっていうお話だったから宝探しかな。どうかな。なるほど、健全でいいですね。それでは最後の質問です。ちょっとキリッとされてる。何？ポケモンリーグやジムについてご意見ご質問などございますか？面接が難しい。面接ってこの今だもんね。ジムテストが楽しい。ジムリーダーが強い。特にないです。ご意見でもいいんだよね。質問じゃなくてもいいから。ジムリーダーが強いのは私が回る順番の問題だったし、面接はちょっとね、今受けてるから難しいとかわからないし、ジムテストでも楽しいよね。楽しかったものの方が多いから、ね、ハイダイさんのお財布届けだけはちょっとね、特殊だったけれども、ジムテストが楽しいです。テスト内容は各ジムのジムリーダーが考えてるんですよ。そうなんだ。以上で面接を終了いたします。結果につきましてはスタッフからお伝えします。お疲れ様でした。それでは失礼します。その場で教えてもらえないやつだ。はあ、ちょっと笑顔で見守ってくださってるけど、どうなの、どうなの、これどうなの。ねえ、やだやだ、結果後日とかやだ。どうでしたか。めいさん、お待たせしました。チャンピオンテストリーグ面接の結果ですが、残念ながら不合格です。なんか問題あった？嘘でしょ。そんな受け答えとかちゃんとしたと思うんですけど。ここだけの話、ジムバッジを8つ持ってないとまともに面接をしてくれないとか。あ、そうなのね。そうなんだ。なんか受けてもいいのかなとか思っちゃった。チャンピオンテストは何度でもチャレンジできますので、またの挑戦をお待ちしております。だって。ああ、そうなのね、そうなのね。あ、びっくりした、びっくりした。まあまあまあ、でもさ、ちょっとね、やりたかったというか、ずっと気になり続けてさ、冒険また途中から進んでいたみたいな感じだからさ、よかった、よかった。疑問が解けてよかったよ。では、ね、なんかお昼になってきて、すごく綺麗なところを駆け抜けて、テーブルシティに戻りましょうか。さあさあ、戻ってきましたでいいんだね。合ってるね。戻ってきました、テーブルシティ。ちょっとね、ここって、せっかくテーブルシティなので、制服のさ、お着替えだったりとかさ、あったよね、確かお店が、髪型変えたりだとかがあったと思うので、ちょっとそこを探して、新しい姿でここから行きたいなと思います。ちょうどさ、バッジが4つで、まだほら、主ポケモンだったりとか、スターダンとかはまだまだなところはあるからさ、わからないけれども、ちょうど半分まで、ジムリーダーとしてはね、半分まで来たので、ちょっと気分替えみたいな気持ちで、お店行きたいんだけど、どこかしら？あった。カバン屋さんだね。ここカバン屋さんな感じする。まずはおカバン行ってみましょう。いらっしゃいませ。なんて読むんだろう。素敵なバッグがたくさんですよ。だって、まあまあほら、お金もちょっと増えたんじゃないかなと思うんだけど、白いリュック
ークと、何がいいかな。あと EV っぽいのとか、これ増えたりするのかな。ねえ、こうだんだん変わっていくというか、だんだん商品が増えていくとか、どうなのかしら。あ、ないないか。今使ってるのがこの、これ購入済みになってるけど、今使ってるの違うやつだね。ここも何かお洋服っぽい感じがするね。行ってみよう。R&T。 そうだ。ちょっとね、違う、アイテムみたいな感じ。帽子ちょっと見たいね。わあ、どうする。ああ、帽子、あったかいのしかないのか。ここも一旦保留。買い物は一旦保留して、他にはあ、ここはお靴な感じがする。パルディア靴センター、どうぞ見ていってください。だってお靴のみなの。今履いてるのどれなんだろう。あー、かわいい。ローカットスニーカーかわいいな。これ買っちゃう。待ってね、すごく考えてる。ローカットスニーカーのこのさ、色味たちも全部かわいいんだけれども、ローカットスニーカーのホワイトだったりとかもさ、ちょっとこうシンプルだけどかわいくて、で見てこのハイテクスニーカーのこの青と紫の色味、ちょっとミライドンカラーじゃないとか思って、かわいいとか思ってたら、見てこのさ、この普通のパッとこう前から見たらさ、あの普通のこう水色というかのライトブルーというかなんだけど、見てこれ根っこ洗えるのめっちゃかわいくない。わー、どうする。うわー、悩むな。あ、このカップルっていうのは、ワッカネズミさんだ。わー、かわいい。わー。悩んじゃう。決めた。これにしよう。ローカットスニーカーのパステルピンク。大人気モデル残り 1.6 千円だって。これは、お小遣いで払ってしまいましょう。で、履き替えていきましょう。よし。ここでのお買い物はよしとして、では次、ここ靴下だ。今のお靴に合うのを探そう。おしゃれな靴下いっぱい見ていってください。かわいいのあるかな。ハイソックス、これにしよう。花柄ハイソックスのグリーン、こうちょっとさ、お靴に合わせて、お靴の靴紐の色味が合うと思うんだよね。絶対かわいい。これもお小遣いで洗ってしまいましょう。今すぐ履いちゃいます。お願いします。やったよし。ではここでのお買い物も一旦終わり、次のところ行こう。他にはメガネはいいか。ここは、あ、閉まってる。閉まってない。びっくりした。お帽子のところね、閉まってるみたいな、こうなんか札がついてると思ったら開いてた。お帽子、キャップ、ハット、いろいろ揃えておりますよ。これも外せないね。ちょっと見てみたいね。お帽子はこれ、キャスケットのグレー。白だとね、真っ白すぎたんだけれども、これがちょうどあの、他のパステルの感じと合うと思うんだよね。これ買いましょう。素晴らしい選択ですね。1500円で提供いたします。お願いします。今すぐに被りたいですよね。はい。わかってる、店員さんが。そして、このお洋服のさ、このシャツと、ヒュロットというかは変えられなさそうなので、最後にここ髪型変えていきましょう。これは中奥に入って、いらっしゃいませ、今日はどうしちゃいます、お願いします。ヘアアレンジ3000円お願いします。 OK、 それじゃあ準備しますね。これ、前々から気になってた、ギブソンタック。ちょっと、後ろはね、まとまってはいるんだけれども、このふわっとした、このま、顔周りのね、髪の毛がすごく好きなので、これ、
決定で、髪の毛の色はね変えずに行きましょう。それじゃあカットしていきますね。お帽子と合わせたらどんな感じになるだろう。このヘアスタイルだと、あ、お帽子かぶれないの？お帽子かぶれないのか。バッグに入れておきますね。はい、お疲れ様でした。とっても似合ってるわ。じゃあ、お代金3000円いただきますね。お小遣いで払っていきましょう。あー、残念。残念。お帽子かぶれると思ってた。さてさて、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。